日目11レース特別選抜予選勝ち上がりました栃木113期増木匠選手です。よろしくお願いします。初手はまずスタートを取って前受けとなりましたけども、作戦としてはどういう作戦だったでしょうか。前取って突っ張ってちょっとごちゃついてくれれば距離短くなっていいなと思うんですけど、深澤も一緒に来てしまったので、まあ、冷静に対処できたかなと思います。だから基本的に1つのラインだったら突っ張ってということだったんですね。で、井上選手が、マジャンでかましたところをホームですかさず行きましたけども、その辺はどういう感じだった感じでしたか。もう詰まったところというか、詰まってはいないですけど、まあ隊列が整う前に行きました。感覚的にはどうでしょうか。すごく強く見えましたけども。ちょっと2日間休んで顔なんで、ちょっと体の張り的になのか。セッティング的になのか分かんないんですけど、ちょっと素手が上がったと思います。まあ、前走西米の優勝して、まあ、気持ち的にも体的にも状態はいい方ですかね、今で言うと。そうですね、まあ、怪我明けと言いますか、その前場所良くなっている感じはあります。まあ、実は明後日ゴールデンレーサー賞になるんですけども、まあ、これはだいぶ大きいですかね。いや、大きいですね。ゴールデンレーサー乗ったことなかったので、ダービーの順位シードでかいです。このまま並ぶとなるとですけども、西武園記念では並べなかった4人で走ることになると思いますけども、実際は次は並べて走れたらいいなっていう感じですかね。まあそうですね、4人関東いるので4人で走るのが別ですけど、まあ話していきます。では、ゴールデンレーサー賞、またその後に向けて意気込みよろしくお願いいたします。しっかり1着目指して頑張ります。お願いします。